ハッピーサンデーココスマイルは2009年4月4日から2011年3月27日まで熊本県民テレビで放送されていた情報番組略称ココスマ放送開始から2010年3月まではハッピー空間3年坂ココスマイルというタイトルで放送されていた番組終了時の放送時間は毎週日曜日10時30分11時25分 熊本県内のグルメ情報、ファッション情報、行楽情報など、地域のトレンド情報を取り上げていた、情報番組である。この他に、就職活動の応援企画や新社会人をテーマに、した企画など、熊本の若者を応援する企画も実施していた。本番組は収録番組で、熊本市にある、商業施設、仮の下通内の蔦屋書店熊本3年坂の、 イベントスペースで週に1回番組の公開収録が行われていた。公開収録には番組 MC の田中陽平と KKT アナウンサーの畑中香里のほか番組レギュラーの古沢英樹と広崎美佐のいずれか一人が加わっていた。本番組は取材 VTR も含めてすべてハイビジョン制作となっておりアナログ放送ではレターボックス形式で放送されていた。 ただし、ピラーボックス化したのは2009年6月6日、放送分からである。放送開始から半年間は、土曜日11時35分から12時に放送されていたが、2009年秋の改編で、放送日時が、日曜日11時45分から12時30分に変更。同時に放送時間も20分拡大されて45分番組になった。 放送時間の拡大によって、新コーナーの素敵、女子への道などがスタートし、同時にスタジオセットも変更された。さらに、それから半年後の2010年4月4日、番組タイトルが、ハッピーサンベーココスマイルに変更された。また、放送時間が1時間15分前倒しの10時30分11時25分になり、 放送時間も10分拡大されて55分番組になった。ココスマ調査隊などの新しいコーナーや企画がスタートし、新たに8名のレギュラー出演者が起用された。熊本県宇宙市出身のシンガーソングライター、木和田真美が番組テーマソングや CM 前に流すサウンドロゴを担当している。オープニングエンディングテーマ曲は以下の通り、 ありがとうございます。